未満警察ミッドナイトランナーは2020年6月27日から9月5日まで毎週土曜22時22時54分に日本テレビ系土曜ドラマで放送されていたテレビドラマ新聞番組表ではただ単に未満警察とだけクレジットされていた中島武人と平野翔のダブル主演現場経験のない警察学校の生徒2名が 学校で得た知識などを武器に難事件を解決していく様を描く。2017年に公開されたパクソジュンとカンハヌル主演の韓国映画ミッドナイトランナーのリメイク作品。当初は4月11日からの開始予定であったが新型コロナウイルスの感染拡大と政府からの緊急事態宣言発令による撮影延期の影響が出たため初回の放送開始が延期となった。 オプロデュース特別編第9話の最後で6月27日に初回の放送が開始することが発表された。W 主題歌のキングプリンス・メイジ・ナイトとセクシー・ゾーン・ランは回ごとにオープニング曲とエンディング曲を交代しながら放映された。最終回からわずか3日後の2020年9月8日に片野坂譲役の伊勢谷雄介の不祥事が発覚。 これにより民放公式無料見逃し番組配信サービスティーバーでは最終回の見逃し配信を停止したほかオクレネット局の福井放送沖縄テレビでは最終回の放送を中止することを決めた2020年9月9日にブルーレイ DVD ボックスは予定通り2020年12月16日に発売されることが分かったこれにより 上記のオクれネット局の視聴者も最終回の視聴が可能になった。神奈川県警警察学校編の坂教場に入校した本間会は同室となった一ノ瀬次郎や同期たちと共に厳しい訓練生活を送っていた。そんなある日、二人は事件を目撃。理論派の本間と体力派の一ノ瀬。タイプが正反対のバディは、 自分たちが気づいた事件を解決するために奔走する。片野坂教場258期生の生徒たち。二組は夕食素で、いわゆる転職してきた人が入るクラスである。ありがとうございます。